目指せロボワンプロジェクト。皆さんメカリモンさんというわけで、はい、いよいよ、うん、今年もあとわずかですよ、ね、もうすぐ年末ですよ、ね、何ですか、ね、世間はクリスマスとかですか。もうすぐクリスマス、うん、どうすんの。どうしましょうかね、どうすんの、どうすんの、どうしましょうかね、どうすんのよまたまた最近動かしてないじゃないですか。確かに、うん、触ってないね、あんまり、ね、そうなんですよ。だからそろそろやらないとどうも腕が鈍っちゃいそうな気がするんですよね。もうなんかそんなキャラでしたっけ徳井さん。そうなんです、ウソウソしちゃって私、うん、しちゃって、うん、そうなんですよ。実は今日ですね、はい、あの種子島慎さんが RT さんでの改良を終えて、うんうん、新しい姿になって再登場ということですね。すっごく楽しみにしてきました。楽しみです ね。でもなんでも種子島慎さんにして種子島慎さんにあらずということらしいんですけども、あらあら、一体どう変わっちゃってるんですかね。もう楽しみ、ウソウソしちゃいます。もうワク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 だよね。それでは早速登場してもらいましょう。ニュー種子島慎さんです。うっ、やった、あら川上さん、ちょっと手ぶらじゃないですか。そうですよ。あ、もしかして川上さんがニュー種子島慎さんなんですか。違います。あ、違います。違いましたね。じゃあ、うん、ニュー種子島慎さんはどこですか。お願いします。うわっ、うわー、長い長い、うわ長い、あれ誰誰、下半身下半身、下半身誰、え誰これは。これなんか私たちの知ってる姿と想像以上に、うん、あ、来ました。これこれこれ、なんか知ってるよ。あれ、お兄ちゃんみたいだって。確かに兄弟ですね、うん、でもお兄ちゃん服着てないみたいな。お兄ちゃんも服着ましょうよ。じゃあどこが変わったのか、ぜひ全部着たいとちょっと比較してみましょうか。はい、はい、それでは、はい、前回の作った種子島慎さんと、うんうん、はい、新しく改造したニュー種子島慎さんの、うん、違いについて説明しようと思います。はい、はい、まずですね、変わったところ、はい、うん、まず見た目の印象が、はい、ちょっと変わりますね。かなりかなり別人というか、うん、なんか違います。違いました。はい、まあ、一つ一つじゃあ説明していきます。はい、お願いします。まずですね、あの足の長さを変えました。ですよね、はい、やっぱりそう思ってたんです。2倍ぐらい変わりました。2倍すごいですね、はい、うん、これ、足を長く伸ばしたので、はい、その分足の裏が大きくなってます。はい、すごい頑丈な感じがします、はい、もうさ大きさが全然違います。うん、足の裏も実は変えてます。ほう、あ、もしかしてあれですか、はい、滑っちゃうざいですか。滑っていいんですよね、確か。そうです、足を滑りやすくするために、あの、滑り台を。滑り台、そうそう、これは何ですか。これ実は滑り台もつけてるんですけど、はい、内側実は足踏まずの、人間で足踏まずのところに、はい、ゴムをつけてます。なるほど、はい、それは滑らない材ですか。そういうことです、はい、滑らないように、滑らないつけてます。滑りながら滑らずって、だから、ま、内側だけちょっと滑りにくい素材をつけています。なるほど、教えてもらったもんね、うん、さんでね。で、足を長くしたので、はい、その分腕も長くできます。リーチを長くできます。うんうん、そこの部分、このように手を長く。なんかモーターが、てか二の腕がたくましくなってるような感じがしますよね。ムキムキになってる。腕にはもう一つ変えたところがあって、はい、まあ、トルクを、腕の力を増すために、はい、2個つけてます。上腕二頭筋がムキムキですよ。2つダブルでモーターをつけて歯を上げてます。一気にこうねえ、トレした結果なんかムキムキで、急にムキムキで、まだ顔は幼いけどって感じがしますね。ギャップがすごい、うん、ね、あと手先も変えてます。はい、手先もヘラ状にして当たる面積を広くしてます。あ、ね、やっぱポイントがね、こっちの可愛いやつだったのに、ね、いきなりなんか、やっぱこれだと小さくて当たらないので、そうですよね、やっぱ広く当たるように変えてやります。なるほど、はい、これで救えたりとかもするんですか。そうですね、これで相手を救い上げてボーンとザバスってやるんですよ。やれるようにしています。
あとですね、他にも見えにくいですけど、ジャイロセンサーも。ジャイロセンサーは股間にちょうど腰のあたりに腰につけてます。なるほど、バランスを取ってくれる。はい、これで、倒れそうになってもこうバランスを取りつつ倒れないようにしてくれる。へえ、賢くなってムキムキになって、ね、もうすごい成長しちゃいましたね。これから実際に、動かしてもらいましょう、うん、はい。ですがその前に、種子マシンさんの改造をしてた間結構時間が空いてしまったの、はい、で、そうですね、まず前の種子マシンさんで、うんうん、はい、ちょっと練習を、なるほど、はい、思い出さない、感覚を思い出してもらいます。はい、はい、実際にこれで動かしてやってもらいますので、はい、はい、じゃあコントローラーを、じゃあ私からやる、はい、じゃあやってみます。はい、お願いします。よーし、おおあ、びっくりした。びっくりした。あ、起きるときは、あ、もうやってない。おお何もなかったよ。で、回して、お技、おお、いやー、相変わらずかわいいなー。おお、グイ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 。はあ、かっこいい。よし、じゃあ、その思い出すの。急に、急に、なんか、おお、座ったけど気のせいだった。来い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 、来た。おお。どうやって回るんだっけ。あ、で、あ、で、回るの、ここをグリってこいっちゃう。引っかかった。もう近寄ってきちゃったよ。おお、来ました。はい。うん、かわいい、かわいいな。いや、思い出しましたよ。そう。こんな感じだった。こんな感じの可愛い感じでした。そう。ね。は。よし。うん。じゃあ、可愛い可愛い。思い出しました。はい。じゃあこれで動かしてもらったので、実際に種菓子マシン、ニュー種菓子マシン回の、はい、はい、ついにすごい、もうニュー種菓子マシンさん回っ ってね。どんどんだいぶ最新バージョン。今この瞬間も進化し続けてどんどん。では入りよ、ニュー種菓子マシン回。すげえわ。最初から勝てたんじゃないかって。これはでもどうやって操作したらいいんですか。私初めてです。すごい、うん、ですね、かわいいな。このコントローラーはですね、はい、基本的には一緒のようにしてあります。はは、まず全身ボタンを、ここで十字キーで来ますよ、うん、全身。あ、すごい、ひょ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 って歩いた。ね、音がすごい静かになってる。やっぱ滑り止めと滑らない止めの。あ、他には何か。腰旋回、旋回をする。旋回どこですか。十字キーの横を。はっ、おー、あ、めっちゃ腰ぐんねんぐんねんなっちゃった。誰すぎて逆向きは、はい、おお、どうぞどうぞやってみてください。なんか適当に押してみようか、うん、まだないね。あ、まだない、まだない。これ右、ま、旋回と前しかないんですか。はい、おお、いやでもなんか迫力が違いますね。こっちに来た時の、ほうほう来たって。いや、やべえってなる、ね、うん、うん、
なんかびっくりしました。前回はいろいろロボットの基礎知識を身につけていただきましたが、はいはい、まずどうやってロボットを動かしていくっていうのを学んでいきましょう。はい、なるほど。どうやって動かしていく、どうやってですかね。そりゃまあこのコントローラーでピッピですよ。ピッピー、魔法のコントローラーでピッピで、ね、ではなくて、そのこのコントローラーを動かすその動作を作っていくっていうのが。わかりました、はい、モーションってやつじゃないですか。そうです、すごいです。さすがですね。ほらモーションですよね。では、モーション作るってことですか。はい、それの通りです。モーション、でこれから、モーションを作っていきましょう。できるかなねえ。